だから、ここではやっぱりですね、相手の、例えば、相手が変化するのを待つと言ってますけど、just wait for the change。もう一度心開くのを待つと言いますけど、心開いたとしても、外国人の場合にはそう簡単には心を開いたからといって、あなたの意見を受け入れるというか、信頼関係がどこまで築かれているかにもよると思うんですね。それはあると思いますね。ここでのキーポイントってやっぱり少なくともその相手が何を考えているかということに対して、やっぱりそれを受け入れるっていうか、生まれたものの心で受け入れるっていう、そういうふうなスタンスですね。で、そうした後、どういう基準でもそれを自分の中にしまい込むかっていうのは、エシクスとモラリティですね。が必要だっていうことですね。妻だけであれば、同じ、日本人であればね、やっぱりシーオープンザアップ、彼女を心開く、シーオープンザアップ、起こる時があるんで、その時にコンビンスハート、彼女を説得すればいい、コンビンスハート、コンビンスですね。だ絶対大事なことはですね、トランプに対してもそうですよ、 Never be anxious or worried when you convince someone ですね。Convince him、 あなたを説得しなきゃいけないっていう時にね、 anxious、 worried、 まあ彼女もそうですよ、 very anxious、 very worried、 違うんだ。彼はね、彼女はね、スターボンです。だから聞く耳持ってないんだ。だからダメだと。いうことを言いましたよね。で、日本人はですね、特にですね、Japanese are particularly bad at waiting for the right time ですね。時期を待つのは下手ですね。それでやっぱり妻のことをね、聞き流す。Go in one ear and out the other 聞き流す。そうすると彼女はね、それをね、もうすぐ見破るんですね。Hold grudge、 恨み持ってね、against、such a disregard、 あなたの無視をね、ためるんですね。あとですね、sincere って、You are not sincere っていう。No one will follow you っていう。sincere っていう。いや、僕は sincere 持ってるよっていう。そうじゃないんですね。相手がですね、なんていうか、sincere はもっと行動するっていうか、する以前に相手がそれを、誠意を持てないような行動になっても、なおかつあなたが、sincere マインドを持っていなくちゃいけない。そうしなければ相手は絶対、誠意を従ってこない。そんなことできるわけないよ。だから、でもそれでもそうしなければならないということですね。だから、You should not ask your wife to do everything against the same standard。あなたの基準ですね、same standard。あなたの基準に反したことに対してですね、あなたのワイフの物事を突き詰めて問い詰めちゃいけないんですね。そもそも基準が違ってもですね、シンシアな態度でやらないかんということを言ってるんですね。で、あとは親族ってさっき言いましたけど、これはウォッチフルですね。誰かが見ているよっていうウォッチフル。must be watchful anytime。それは、だからそのためにやっぱり五条ですね。ベネボレーション、ライチャスネス、プロプライエティ、礼ですね。ウィズダム、トラストワーズネス、信ですね。信頼、信。ファイブバーチュー、ファイブ、村、なんだっけ？五条来ました。はい。モラリティの降臨。バーチ
まあ、いずれにしてもそういうふうなことですね。で、日頃からそういうふうにしてないと、エシックスですね。エシックス。日頃からそういうふうにしてないとですね、やっぱりどうしてもね、字が出ちゃうんですね。それから、これ哲学もそうですけど、カルティベート、アーセルフ、カルティベート、モラルセルフって、自分自身ですね。ですから、他人に対する、なんか文句を言ったり、意見をしたりすることじゃないんですね。まあ、そういうことですね。それから、あとは、なかなかこういう、できないことですけども、相手の気持ちをですね、いいところと悪いところ、きちんと見極めていいところ、悪いところばかりじゃなくていいところを見るとか、ここには愛情が偏ってしまうとかね、身分の低い人に対しては、そういうふうな偏った判断、身分、下げすぎる判断をしてしまうとか、高い人には自分がこう、なんていうの、へりくだった考えをしてしまうとか、まあそういうふうな気持ちになるかもしれないけど、それはダメだよって言ってるんですね。そうか、家族の仕事を良くしたければ家族をとしっかり向き合いなさいと言いながら、トゥーマッチケアは逆に判断を誤らせるっていうことですかね。ああ、そうそう、そうですね。だから、falling make a right judgment. You will falling make a right judgment. When you give our family too much care. ですね。溺れちゃうとですね、right judgment できない。それはだから、母親によく言います、あるケースですよね。息子がバカでも頭いいと思っちゃうんですよね。バカなんですよね。バカバカ。頭いい子や、頭いい子。だから中国って中庸、ゴールデンミーが大事だと言うんですね。ああ、そうそうそう、そう、すごいでなね。るほど。忘れちゃったけど、画面出せなかったけど、いや、いいですよ。忘れちゃったけど、こっち画面見てやってから、キモといるんだけどさ、こうスクリーン今日出してたの忘れちゃった。そうなんですね。だから、そういう、よ、だから、部下に対して、もうそのフェアに、その捉え、態度に捉えてるか、上司に対して態度に捉え、心の中でね、捉えてるかっていうと、まあそこら辺のところどうしても、バイアスかかってしまうんですね。だから、社長って立派な人だろうという誤解しちゃうんですね。立派でも何でも。それはもう態度出しちゃダメですよ。だけど、ですけど、立派でも何でも。そういうふうにこう冷静にものを見られる人少ないですね。だから、ある時、あるね、大手の会社の社長が、インドネシアの金持ちがあったら、やっぱり自分が数億円の資産で、相手は300億円の資産を持ってると、もう自分がそれで気落ちしちゃってるんですよね。昔はそんなことなかったね。だから、それはだからもう、そんなことになっちゃいけない。心の平静が、セレーン&カームリーっていうか、ピースフルってのがならないよね。インナーハートがね。それじゃあ実際にその本当の威厳っていうか、ディグニティとかマジェスティ保てないよね。まあ、日本人がなぜマジェスティとかディグニティが保てないのかって、そこにあるんだよね。セレーン&カームリーって、心が体力動かない。そういうのは必要だよね。それはどこで養うかというと、絶えず日頃勉強する。そのために中学を勉強するっていうことが言われてるわけですよね。
はい、皆さんこんにちは、うんのです。今日はですね、うんの塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあ、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあ、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いております。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのはですね、さらに、私どもの宇野塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に宇野塾は英語でやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、隔週はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、隔週の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったんで、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと、まあ、英語のできない方もですね、隔週の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成をしております。まあ、そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対しても、いろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。